じゃあ始めましょうか。もう私の自己紹介なんか別にいいですよね。後半の RNA シークの統計解析というところで、午前中と、先ほどまで RNA シークのデータ取得と FASTQC とマッピングで定量というところをやりました。でざっくりとカフディフとかカフマージとかそういったあたりを話されましたけども、それの、もう少し詳細な話を、後半私が担当します。で基本的には、アメリフさんの人気に便乗して私も無理やりこう入ってるっていう、そういう感じですかね。でスライド3で、一応統計解析ということで、今年はクラスタリングと、発現変動解析というところの2つで話そうかなと思ってます。でクラスタリングの方は基本的には7月の29日ですかね、 R の2日間あるうちの初日の方でざっくりと話は一通りはやったということで、実行手順のおさらいからちょっといきたいと思います。でスライド4なんですけども、R 電気配列解析の解析クラスタリングサンプル間 TCC の項目をクリックして例題8までいくと、じゃあこのあたりおさらいなんでさらっといきますよ。この例題8 の、 このサンプルブレックマン 18.txt ってやつを使うんですけども、この中身のおさらいです。これは2689遺伝子 ×18 サンプルのバイオロジカルレプリケーションのみからなるカウントデータであるということですね。でこいつのサンプル間クラスタリングをちょっとやっておきましょうということです。でデータの取得とか整形については、このデータをどうやってそもそも作ったんですかっていうのは7月29日の講義資料を参考にしてください。でスライド5なんですけども、こいつが7月29日参加している方はですね、これデスクトップ上のホゲフォルダー中にこの入力ファイルがあるはずですね。でそれの未受講者およびファイルが存在しないという人はですね、この1と2よっていうところですね、サンプルブレックマン 18.txt の部分の右クリックで対象ファイルに保存で、基本的にはデスクトップ上のホゲフォルダーの中にこのファイルがあるという前提で話を進めていきますので、デスクトップにホゲフォルダーがない方はホゲフォルダーを作った上でそこに保存をしてください。大事ですね。このあたりは先週の R の講義起きてなくても順番にやっていけば普通についてくれるように作り込んでありますので大丈夫なはずです。でスライド6なんですけども、入力ファイルの中身をおさらいしておきましょう。これ Excel で眺めるとこんな感じで見えるんですけども、別にあえて Excel で開く必要はないです。こんな感じなのねっていう程度にですね、このデータは3種類の生物主観比較のデータになります。人とチンパンジーとアカゲザルとの3種生物主観比較ということですね。そして生物種ごとにメス3匹オス3匹でということで、 CU を考慮しなければバイオロジカルレプリケーツ、これつまり生物学的な反復ということですね。個体数は6ということになります。では R を起動しましょう。 R を起動しましょう。してますかね、多分ね。TCC で最初に確認してもらってるから R の起動は分かってるはずだと思います。 R 起動した状態がこうですね。で作業ディレクトリを一応変更しておきましょうね。 Windows の人はファイルメニューのディレクトリの変更でデスクトップの方を選ぶということですね。で Mac の人は、上の方にあるその他の作業ディレクトリの変更で適切に選んで開くを押すというところです。これもただの復習ですね。
作業ディレクトリの変更がわからないという方いらっしゃいますか。ないですね。そしたらスライド10でいきますよ。私のやつはいつも getwd と listfiles で、確認をするということを徹底させております。 getwd で作業ディレクトリがちゃんと変更できているか確認しておきましょう。最後の方がデスクトップ保険になっているかどうかですね。それからリストファイルズで入力ファイル、この場合サンプルブレックマン 18.txt があるかどうかの確認をしてください。ここでおさらいのためにBLEKH というパターンを含むファイル名のものまで表示というこういうオプションもついでにつけております。意味が分かっている方は別にこんなオプションをつけなくても大丈夫です。はい、では皆さんここまで来たということで次いきますね。はい、でスライド11です。コピペしましょう。例題8のコードの部分で、コピペですね。インターネットエクスプローラーの人はコントロールとアルトキーをしながらコードの枠の中で左クリックすると全選択できます。右クリックでコピーで右クリックでペーストです。はい、無事実行が終わった方はスライド12みたいになっているはずですね。なんかエラーメッセージみたいなものが出ていないはずです。でここにまたTCC パッケージが入っていない人とかよく分かってない方はあぶり出せるんですけども、こういうふうになってない方いますか。こんな画面、スライド12の右下のような画面になっていない方はいますか。はい、手上がりましたよ。わかりますか。よしですね。じゃあ進みますよ。あ、はい。まあこれはいいですね。そうですね。まあ、このあたりも先週の R のところのノリを知っている方はいちいち打ち込まなくて別に大丈夫です。今スライド13の説明しようとしていますけども、特に何も起こっていないですよね。でその理由はシンプルで、出力ファイルとして OK8.png というファイルを出力させるようにしているからです。ですからデスクトップの中のホゲフォルダーを自分で眺めてみて OK8.png というファイルができているはず。それを自分でダブルクリックするなりして確認してみるといいでしょう。ダブルクリックした方はスライド14で示すようなデンドログラムですね、樹形図が見られるはずです。でスライド14の丸1で説明してますけども、この700、400って書いてあるのは出力ファイルの横のピクセル数と横幅と縦幅を指定しているということになりますね。まあ、こうすることによって図の大きさを常に一定に保つことができるということになります。でこのようにもうコピペで論文の図ですね、この場合ですと RNA シークのカウントデータの図からサンプル間の類似度、全体的な類似度というものをもうサクッと論文のフィギュアをコピペで作成することができるということですね。で、これをそのまま我々も論文の中でサプリメンタリーフィギュアとして使っているということになります。ここまでよろしいですか。はい、先ほどまでのところは先週出ている方はただのおさらいになります。ここからちょっとだけ教えてなかったことの説明をしていきます。スライド15の計算の一部を解説ということと結果の解釈ということでちょっと詳細に入っていきます。まずスライド16なんですけども、上の方は特に問題ないですかね。上の方は入力ファイルと出力ファイルの指定で必要なパッケージ、ここでは TCC というパッケージを使ってますから、そのパッケージの中で提供している関数を使いたいからこうパッケージのロードを行っていると。そして入力ファイルの読み込みのところで INF でここで指定しているサンプルブレイクマン 18.txt というファイルを読み込んでいると。それをデータというオブジェクトに格納しているわけですね。
でここからが本番なんですけども、 TCC で提供しているクラスターサンプルという関数を使ってこの丸1ですね、ユニークパターンイコールトゥルーというオプション、こいつ何やってるかというと、ユニークな発言パターンのもののみフィルタリングをしているんですね。でこれ内部的にはもう 実質的には低発言遺伝子のフィルタリングをやってることと、まあ、同じようなもんだと思っていただければいいです。そして丸2で書いてあるところ、これディストメソッドイコールスピアマンって書いてるものは、あの類似度を一軸スピアマン相関係数で定義しているということを意味します。で丸3の H クラスメソッドイコールアベレージというものは、まあ、一般的な平均連結法ですね。アベレージリンケージクラスタリングっていうものを利用してサンプル間クラスタリングを行いましょうという、そういうオプションを指定していることになります。内部的に行っていることはシンプルで、このあたりについてはあのこの教科書の中の137から145に、思想的な背景とかそういったものは書き込んであります。でスライド17なんですけども、スライド17です。皆さんも一通りコピペをしているんですけども、まあ、 あの手順通りにいくと、この黒幕の部分のみをもう一回コピペしておきましょうか。黒幕の部分のみもう一回コピペです。入力ファイルの読み込みまでをコピペです。このあたりは問題ない、全く問題ないですよね。でここで説明しようとしているのは、あの多分一番分かりづらいところっていうものが、この丸1で示しているユニークパターンイコールトゥルっていう、これは一体何ぞやっていうところだと思います、はい、教科書にももちろん書いてあるんですけども、ここでざっくりと実態を説明していきますね。まずはもともとはですね、読み込んだデータっていうものは26895行18列のデータだったわけです。でそれに対してあの基礎のところでも教えましたけども、ローサムズっていう関数を使っています。ローサムズって何だったでしょう。ローは行ですね。行の相和を計算する関数でした。つまりデータというオブジェクトの各行に対して行の相和を計算するということは、すなわち遺伝子ごとの総カウント数を計算している。でここでの条件というのものは、総カウント数が0よりも大きければ true、 そうでなければ false という論理値ベクトルオブジェというものを作成しているわけです。このあたりはあのもう疲れ切っている方はですね、見るだけにしてくださいね。見るだけに打ち込んで疲れている中、頭に入らなかったっていうのだと、ちょっとそっちの方がよろしくないと思います。で一応左の方ではそういう打ち込んだものがあります。オブジェっていうものを打ち込んであります。まだ何人か打ち込んでいるんで、もうちょっと待ちます。
もうなんか皆さん聞いてるだけかと思ったらなんかまだ食らいついて打ち込んでますねもうちょっとさらっと終わらせる予定だったんですけどこれね、あの皆さん打ち込んでるとこ悪いんですけど、実用上はあのこれコピペして使うだけだから中の細かいところ打ち込んでなんかまあ理解する分にはいいと思うんですけど、あんまり意味がないような気がし個人的にはしています。はい、じゃあちょっと説明しますよ。はい、あの左の方のやつで説明しますね。まずこの DIM データの後で26894を18列っていうのは分かったと。でローサムズデータで0より大きいかどうかという条件を設定した後のローニチベクトルをオブジェというものに格納しております。でこのサムオブジェっていうのは示してあのスライド上で示していないんですけども、あのオブジェというベクトル、こいつの要素数は26894なんですね。でその中に true とか false っていう情報が入っているわけです。でサム関数をかますと true という要素の数を出力してくれます。この場合はあの遺伝子の総カウント数が1カウント以上ですね。この場合だと0よりも大きいものが 17,886 遺伝子あったというふうに解釈するわけです。そしてその後にこのデータオブジェですね、ユニーク関数の中です。ユニーク関数の中の説明なんですけども、ここにデータのオブジェコンマ括弧閉じるってなってますよね。でコンマの前は行でしたよね。コンマの前はあのサブセッティングで行のことを表したわけです。ですからオブジェの要素が true となる行のところのみ抽出し、その結果をその結果なんて言うんでしょう、あのユニーク関数をかました結果を方言にこう入れているということになります。で方言の中身は 16,560 行18列ということなんです。つまりこの場合はこのユニーク関数というのは行に対して何かこう処理が行われているというふうに解釈すればいいわけですね。17,886 から 16,560 になっているということになります。じゃあこのユニーク関数って何ぞやっていう話なんですけども、まあ、それを理解するためにこれ別に打ち込まなくていいんですけども、まあ、感覚的なものでいいんですけども、あのこれ文字列ベクトルを作っています。 ACCBC という文字列ベクトルを作っています。でそれを X に格納しています。これ打ち込まなくていいですよ。見るだけでいいですよ。で、X の中身をこう見てみると、確かに ACCBC みたいな感じになってますよね。で、これに対してユニーク関数をかますと、こんな感じで見なくなるわけです。わかりますかね。ユニークなその文字列、文字のみ。を抽出するということをやっています。で元の方に戻ると 17,886 から 16,560 になっているってことは何でしょう、遺伝子発現パターンですよね。一つの遺伝子の発現パターンがもうユニークなパターンのみ抽出するということをやっているわけです。でこれがなんで低発現遺伝子のパターン のところのあのフィルタリングに相当するかというと、結局あのカウントデータの分布で考えたときに低発現なものっていうのは、例えばこの場合ですと18列ですよね。18列のデータだったわけですよ。18列のデータだったわけです。で低発現のやつっていうのはこう全部がゼロ、全部がゼロっていうものは絶対落とされますよね。落とされると、でどっか例えばここだけで1で他が0っていうものとかも、まあ、当然今の段階では残ってるわけです。でここだけで1で他が0っていうものは一定の割合で他にもありますよね。例えばここで1で他で0っていうものもあったりするわけですよ。でユニークなあの発現パターンにするっていうことは、低発現の領域っていうのは10000ってなってるものっていうものは一定の割合で存在しますよね。でだん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 高発現なものに行くと、だから例えば10000000っていうものは確率的にありますありえますかっていうことなんです。そういったものが2つありますかっていうことなんです。ないですよね。確率的にすごく少ないですよね。
つまり結局10000とか、あるいは010000っていうものは、低発現なものはなんか一定の割合でこうカウントが偶然こうリードがマップされるっていうようなことがあり得るっていうことになりますから、まあ、そういったものはまあ排除しておきましょうっていう、そういう思想なんです。でよくある低発現遺伝子のフィルタリングっていうものは、例えば5カウント以下ですね、相場が5カウント以下のものを除くとかっていうようなことをよく一般的なファルドパッケージなんかは実行してるんですけども、我々の TCC はそれ実行してないんです。でその理由はシンプルで、 RPKM 補正とかですね、 RPM 補正っていうのをかますと、今はですね、まあ、数千万リード、一つのサンプルにつき数千万リードのものをマップしたりするわけなんですよ。でそれを RPM 補正するっていうのは、総リード数を100万に揃えるってことを意味するわけです。そうした状態でなんかフィルタリングとかをすると、もともと総リード数が2000万リードとか3000万リードってあるような状態で5カウントで落とすとかっていうふうにやった場合に、なんかちょっともったいない感じがするわけですね。だからなんか敷地次第で RPM の場合なんだけど、例えば平均が2000万リードっていうふうなサンプルのデータがバーってあった時に、全体的にこう数値が下がるような状況っていうのはもったいない。で低発現遺伝子のフィルタリングで、その敷地を何にするかっていうところまで分かった上で使う分には、もちろんこのユニークパターンっていう思想は全く必要ないんですけども、よく分からずに一般的な人はデフォルトで使うわけですね。でそうすると、まあ、必要以上に落としてしまうっていうところがあって、それがもったいないから、ユニークパターンにやっとこうと、そういうところになります。まあ、聞けばああそうかなっていう程度だと思います、まあ、聞かなかったらすごく気になるところなんで、今一応説明したということになります。で次スライド18なんですけども、次に気になるのがですね、はい、質問。今そこ説明してもらった左側のスライドの16,560の18っていうのは、さっきのコピーしたところのユニークパターンイコールトゥルーの実態っていうこと。そういうことですね、はい、でなんでユニークパターンイコールトゥルーがそれだっていうふうになってるんですか。そう、あ、すみません、だからつまり総和が1で1、あ、0以上かで切ってとかっていうのを、1以上のもので切って17,886になって、さらにユニークに取ってきてっていうのを、うん、なんでユニークパターンがイコールトゥルーで定義されてるんですか。なぜユニークパターンイコールトゥルーで定義されているのか、なんか変なこと言っているのか、私が質問の意味はあまりちゃんとよく理解できてない。あ、いや、まあ、ユニークパターンイコールトゥルー、うん、ああユニークパターンイコールトゥルー、こっちのオプションの話ですね。あ、はい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 、それの中身はそれだよって言ってるんですよね、うん、はいはい、そうですそうです。なんでそれで、うん、どこにもそれって出てこないじゃないですか。今パッケージにも入ってないって先生おっしゃいましたよね。TCC のパッケージ、 TCC のパッケージにこいつは入っていて、デフォルトがユニークパターンイコールトゥルーに確かなってる。あ、で特に意識することなく使えるっていう話になります。で、それは0以上だっていうふうにもなっちゃってるってことですね、デフォルトは。あ、そうですそうですそうです、はい、内部的にはなってます。で実質的にはゼロカウント以上のものっていうものを内部的に本当はやる必要は全くないんですよ。ユニークパターンイコールトゥルーになったら全部でゼロカウントのデータも一つのパターンっていうことになるんで、実質的な影響はないんですけども、わざわざそれを残す必要もないっていう、そういう思想なだけです。でこのあたり その類似度をどう定義するかっていう話は話すの長くなるんで、まあ、ものすごく気になった方はこれが終わった後にでも個別に説明させていただきます。あ、そうだそうですね、はい、でスライド18に戻りますけども、
で次に気になるのがこの高さの理解というか解釈というところになります。で例えばこの縦軸の高さに相当する数値をどうやって一体計算するのかっていう部分になります。これがいまだに分かってない方は結構多いですね。でそれをの計算の過程をこの丸一の RMF1 ですね、赤毛猿のオスの1番目のやつと赤毛猿のメスの1番目のやつっていうものの、こいつが、まあ、縦軸上で見た時に最も類似度が高い2つのペアっていうことになるので、この数値をどうやって計算するのかっていうところで説明していきます。でスライド19、まあ、これが実質的にディストメソッドイコールスピアマンっていう丸一の部分をどうやって内部的に計算するかっていうこととの説明と同義になります。これもまあちょっと長いからまあこんなもんかっていう程度でいいと思うんですけども、まず今このホゲっていうオブジェクトの中身は16560遺伝子 ×18 という状態になっています。で、まあ、基本的にはスピアマン相関係数を計算しているだけというところになります。でスピアマンの相関係数を計算するのは COR っていう COR っていう関数を使います。打ち込んでる人いるんでちょっと左の方に打ち込みます。はい、よろしいでしょうか。でここに今スライド19の、まあ、スライドの方で説明するんですけども、相関係数を計算するんですが、このダラ列名ですよね、 RMF1 っていうのは列の名前だったわけです。この場合も RMF1 っていう列と RMM1 っていう列の相関係数を計算したいということが分かっているので、このように決め打ちで書いております。でコル関数自体はデフォルトがピアソン相関係数になりますから、メソッドオプションでスピアマンっていうものを明記してあげるということになります。でそうするともともと類似度が高いものを見てることが分かりきってますから、分かりきってるわけです。で 0.97241 っていう高い値が出ていますというところになるんですけども、相関係数が分かってない方はこの数字が高いとか低いとかよく分からないと思います。で相関係数っていうものは1が最高でマイナス1が最低なんですよ。で1というのは全く同じ発現パターンの場合に1になるし、マイナス1の時には真逆のパターンという値の範囲を取ります。ですからこの 0.97 というのは1に限りなく近い値ということなんで、まあ確かに似てるよねっていう話になります。でただし距離というもので物事を考えたい場合に、似てれば数字が高いっていうものだと取り扱いづらいですよね。距離だと似てれば0になってほしいし、似てなければ数字が大きいっていうふうに取り扱いたいわけです。でそういう場合にどうするかということなんですけれども、例えば1引く相関係数ってやっちゃえばいいわけですよ。
そうするとすごく似てれば相関係数1になるわけですから 1-1 で0ですよね。で全く似てなければ相関係数マイナス1になるわけですから 1-1 ということで最大値は2ということだ。つまり0から2の範囲に距離を最適することができるというわけですね。これ一つのやり方で、私がよく好んで使うやり方になります。で今は最も似ているもの同士、つまり RMF1 と RMM1 の距離を調べているので0に限りなく近い値になっていることが分かります。それがこの3番と4番で示してある部分になります。で左側の方でも一応1引くっていうのをやりますね。上矢印キーで1個戻って1引くリターンですね。よろしいですか。でこのマイナスじゃなくて 0.0273846 というその0に近い値がとこのスライド20のこの1を見ていただくと分かると思うんですけども、なんか 0.02 から 0.04 の範囲にちょっと真ん中より下の方にちゃんと来てますよね。高さそのまんま、これ縦軸ヒート高さになってますけども、これ距離と全く同じなんで 0.027 というあたりにちゃんと来てるということが分かるんじゃないでしょうか。まあ、こんな感じで階層的クラスタリングの高さっていうものは、まあ、距離としてなんかうまく計算して表示させているということになります。よろしいですか。はい、では結果の解釈に入っていきます。スライド21です。全体像をバッと眺めますね。全体像を眺めましょう。これ眺めるとまずまあ、ここら辺丸1のあたりでこうサクッとこう分割するんですね。ここら辺でね。でそうすると人とチンパンジーはよく似てる、赤毛猿は似てないということが分かりますよね。そしてこの結果を眺めることで二分化比較ですね、例えば発言変動解析をやったときに人 HS 対赤毛猿 RM の二分化比較で得られる発言変動遺伝子の数の方が人対チンパンジーですねで得られるデグの数、発現変動遺伝子の数よりも多いんじゃないかっていうことはこのサンプル間の類似度の違いからは容易に想像がつくというわけです。まあ、それを後半実際に確かめていきましょうということになります。でスライド22なんですけども、で次にまあ眺めるのは例えば人だったら人、チンパンジーだったらチンパンジー、赤毛猿だったら赤毛猿みたいな感じで、まあ、きっちりと生物種内同士でクラスターを形成しているということが分かるんじゃないでしょうか。そしてこの丸1で示しているように RMM2 というサンプル、赤毛猿のオスの個体番号2番っていうサンプルはこの他の赤毛猿軍団からはちょっと外れていることが分かりますね、発現パターンで。ですからまあこういったものは外れサンプルなのかもね
ていうふうに解釈することができます。でこれをまあ除くか除かないかっていうのは非常に微妙なところですね。現実的には悩ましいところではあります。ただ一つ言えることは、こいつを除く除かないっていうので発言変動解析結果に大きな影響を及ぼすことは間違いないわけです。でスライド23なんですけども、まずこの1番ですね、この中身をよく見てみましょう。オスが、点線で、メスが、実線で囲ってあります。赤毛ザルの方を見てみましょう。オスとメスがなんか入り混じってますよね。このような、あの人と赤毛ザルの生物種内でメス対オスという二分間比較を行っても、発言変動遺伝子デグはほとんど検出されないだろうということが、まあ、私はもう容易に想像がつくんですね。これやってみたら、あのそうなります。でスライド24なんですけども、しかしこのチンパンジーに限って言えば、この丸一で書いてある赤枠の部分ですね、赤い点線の枠の部分、このメスの3匹がクラスターを形成してますね。非常に類似の大きいクラスターを形成しているということですから、もしこのチンパンジー内でメス対オスっていう二分間比較を行うと、まあ、多少なりともこのメスの中の類似の高さに起因して、あのデグが検出されるだろうということが、まあ、容易に想像つくわけです。まあ、つまり言いたいことはですね、あのクラスタリングのこの全体像を眺めれば、もうほとんど発言変動解析結果が分かるっていうことなんです。そこが重要なポイントになります。じゃあ実際にやってみましょうという話で、スライド25以降になります。でまず、あの発言変動遺伝子デグが、まあ、たくさん存在するということが、まあ、分かっているようなデータで二分間比較をやってみましょうということです。でスライド26のここですね、解析発言変動二分間対応なし複製ありブレックマンデータ TCC というところをクリックしておきましょう。でここで、あの人対赤毛ザルですね、 HS 対 RM の二分間比較を行ってみましょうということです。まずは一通りコピペでやっちゃっていただいて大丈夫です。
おそらくクラスタリングがうまくいった方はコピペで実行も特に何のエラーもなく出てると思います。多分最後の方がなんかサムなんとかっていう関数で24883122404947864みたいな感じになっているんじゃないでしょうか。エラーが出ているよとか数値が違うよっていう方いらっしゃいますか。数字が違っている方、まだできていない方、来てない。もうちょっと混乱するかと思ったんですけど、なんかサクサクいっちゃいますね。なんか淡々と話していると私がやる気がない人みたいな感じになっちゃうんですけど、よろしいですかね。まあ実際問題としては発言変動解析を行うときにはもう必要な部分だけ書いてコピペでおしまいなんですよね。そんなもんです。はい、重要なのはその結果をちゃんと解釈できるっていうところが重要なポイントということになります。それでもうこの後は見るだけで大丈夫ですよ。でスライド27からいきますね。もういきますよ。で今この例題1の、まあ、全体をもまずいっぺんに皆さんにやってもらったんですけども、この黒枠内部分だけをコピペした結果が右の方に示されています。で、元々の入力ファイルは18サンプル分のデータだったわけですよね。そして先週サブセッティングの方法を教えたんですけども、それを内部的に使ってるわけなんです。で、この前処理、サブセットの抽出と TCC クラスオブジェクトの作成という部分で、その最後の方の結果が表示されているんですけども、20689×4 列のデータで、このヘッドコマンドでサブセットを抽出した後の最初の6行分を表示させているというのがこのスライド27の右下の方になります。で今スライド28に切り替わったんですけども、どうやってこのサブセットの抽出が行われたとかというと、それはこの丸1のこの灰色の枠で示してある部分がポイントなんですね。でここでこうパラムサブセットっていうので、この列の番号を指定しているわけです。1列目4列目13列目16列目のデータを抽出したいと。そして二群化比較ですから、グループ1とグループ2のサンプル数っていうものをここで明記しているわけですね。2サンプル対2サンプルの比較ですよっていうことを書き込んであるわけです。ですから、ここでは主にこのパラムサブセットの部分がちゃんと効いていて、この HSF1 と HSM1、RMF1 と RMM1 というものがちゃんと取れているということを確認していることになります。でスライド29なんですけども、またこれも無駄に親切丁寧に書いてるんですけども、入力ファイルをパーってこう眺めてみると分かるんですが、確かにこう1列目が HSF1 で4列目が HSM1、13列目が RMF1 で16列目が RMM1 であるということが分かっているから、この1のところでこのように書き込むわけです。大丈夫ですかね。ではどんどんもう進んでいっちゃいますね。スライド30フォルスディスカバリーレートの話になっていくんですけども、この本番デコ検出のところの黒枠部分の結果を、主にこの R コンソール画面上の黒枠で示してあります。ここで見える2488という数字は2488という数字ですね。これは Q バリューというものです。
9が 0.05 未満という条件を満たす遺伝子数は2488個ありましたよということを示してあります。もう少し正確に言っていくと、フォルスディスカバリーレート、通称 FDR って言いますけども、 FDR のスレッシュホールドが 0.05 っていうものはという言葉の意味は、この式位置を満たす2488個を発現変動遺伝子で、デグデグって言ってるのは何でかっていうと、ディファレンシャリーエクスプレスドジーンの略でデグデグってよく言います。でこの辺デグと見なすと、 2488×0.05 イコール124.4 個は偽物であるということを意味するわけですね。で、Q バリューとか FDR とかっていう話が出てくるとだんだん混乱してくるんですけども、昔高校生ぐらいの時に習った有意水準っていうのありますよね。有意水準アルファっていうのを皆さん習いましたよね。それと似たようなものなんです。有意水準っていうのは英語で言うと、こういうフォルスポジティブレートに相当するものなんです。で、FPR みたいな言い方もされます。よく検定の時に有意水準 5% で、だから棄却するしないみたいなことをやってましたよね。それと同じような位置づけということになります。ですから、有意水準 5% っていうものと、FDR 5% っていうものは同じようなものですね。で、こいつはですね、この許容する偽物混入割合っていうふうに考えればいいわけです。このあたりは分からない方はなかなかこうついてこれない部分ではあるんですけども、なかなか説明難しいんです。有意水準を中途半端に出しちゃうと、有意水準に引っ張られて理解がちょっとできなくなってくるっていうパターンにも陥りがちなんですけども、詳細につきましては2015-05-26っていうもので、 R 電気配列解析内を検索していただければ、そこの講義資料に FDR と FPR のあたりの、より詳細な講義資料、内容のものがありますので、そっちを参照してください。それでスライド31なんですけども、これが一番最後の方の黒枠のものになります。一番最後の頃、これ24883124049478ということで、これが左側のスクリーンの方で示しているものと全く同じもの、左側のやつと全く同じものになります。皆さんの今の PC の画面上で見えているものともおそらく全く同じでしょう。で、皆さんは基本的にはこのあたり最後の方に出てくるこの数値を眺めて、自分のデータ の発現変動解析結果がどんな感じだったかということを解釈していくということになります。ですから重要なのは、これをちゃんとうまく解釈しきれるっていうことが重要なポイントになります。まずこの ① の部分っていうのは、この Q が 0.30 未満という条件を満たす遺伝子数は4786個でした。で、これは FDR が 0.30 という式位置で切った結果っていうことと全く同じですから、つまり4786×0.30 イコール 1435.8 個は偽物なんだけども、それぐらい入ることを許容すれば、残りの 70% は統計的には本物であるという理解をするわけです。で、これをちょっと式変形するとですね、スライド32の発現変動遺伝子数がこのデータセットの中にどれだけ入っているかというものを見積もることができます。具体的な計算手順としては、例えば1個マイナスとこう見比べていただければいいんですけども、この2488っていうのは、これは FDR が 0.05 という式位置の結果でしたよね。ですから、この場合には 5% は偽物。逆に言えば 95% は本物だから、 2488×0.95 が本物、統計的には本物だから、この場合 2368.6 っていうものが FDR が 0.05 という式位置の時の本物の数だということになるわけです。で、一般的にデグ数の見積もりをするときには厳しいね、 FDR が 0.05 っていうのは比較的厳しい式位置ということになりますから、もう少し緩めます。いろいろ眺めます。
例えば 0.30 ぐらいのところの結果を一般的にはあの私の場合は見ます。でこの場合ですとあの 30% の偽物を許容すれば4786個がデブというふうに判定されるということですから 4786×0.7 イコール3350個ぐらいが本物であるというふうに解釈するわけですね。ですからこういろんな色域をいろいろ眺めてみて、うん、大体このデータの中にはこう3000ちょっとぐらいはありそうだな、本物がありそうだなっていうふうに判断するわけですね。はい、今のこの環境ノーマルノーマルあったこの正規化のところっていうのは何を正規化、どういう基準で何を正規化してるの、うん、うん、はい、これ一切説明してないですあの RPM とか RPKM 補正っていうものと基本的には同じなんです。でサンプル間比較の時にはあの RPKM の K に相当する長さ補正っていうのは実は必要ないんです。理由はサンプル間比較なんだけども、で同じ遺伝子の比較をするわけですね。で同じ遺伝子の比較をする場合には長さは全く同じなわけじゃないですか。だからなんか係数として見て入れてもいいんだけど、あの何の効果もないんで RPKM と K の分は必要ない。となると RPM というあの総リード数で補正するというところがポイントになるわけなんですね。でただし総リード数補正を、まあ、後の方で出てたのかもしれませんけども、総リード数補正でやるというのは先週もちらっと言ったかもしれませんけども、あの平均のリード数を揃えるということと本質的に同じであると、グローバルノーマライゼーションと同じであると。で RNA-seq のカウントデータの場合にはダイナミックレンジが非常に大きいわけですね。でそうなると例えばあの TMM という正規あの非常に有名な正規化法の話になるんですけども、肝臓と腎臓の比較を行った場合に、肝臓っていうものはごく少数の遺伝子がにの上に ものすごい数のリードがマップされると、まあ、つまりそのごく少数の遺伝子がものすごく高発現っていう状況というものがあり得るわけです。でマイクロアレイの時にはダイナミックレンジがあの狭い狭いとかっていろいろ文句言われてたんですけども、それがあのそのおかげであまり変なことにはならなかった。ただし RNA-seq のカウントデータの場合はダイナミックレンジが広い、広い分だけ平均で揃えようとするとガタガタになっちゃうわけですね、はい、ですからそこをうまく揃えるというのがポイントになります。で内部的に何をやってるかというと、結局例えば肝臓と腎臓で何かを比較しようと思った時にハウスキーピング遺伝子とか発現変動していないものでうまく揃える必要があるわけですね。それをうまくやっているのがこの TCC の中で の正規化の方法ということになります。なんか元論文を見ればそのはい、アルゴリズムは書いてます。2012年の私の論文であの基本的なアルゴリズムは書いていて、2013年の今それを持っている孫君の TCC の本体の現状論文の中ではあのさらにそれを一般化したあのより眼見の正規化法っていうものを書いてます。ですから TCC の論文のタイトルは With Robust Normalization Strategies っていう文字が入っています、はい、あとちょっとその質問なんですけども、はい、さっき使ってた、別の関数R でそのパッケージの中に含まれている関数って関数によってはなんか関数の名前だけ入れてリターンすると、うん、この中に書かれている、うん、あのアルゴリズムというのが出てくるものと、はい、今あのその先生の作られたパッケージだと、はい、なんか出てこないものがあったりするんですけど、はいはい、関数の中身をいつでも開けるとかそういうのって何か方法があります。それに関してはあの実際の開発者の孫君が答えてくれると思います。その関数名を入れてエンターを押すとその関数のコードが見れるのは、どうですね、普通の作り方で作ったやつでその S4 とか S3 とかそういう系が多いです。見れないものがその R5 とかあるいはその何だろう C とかで作ってでそれをビルドしてパッケージまでしてもう一般の人には絶対見せないみたいな感じで
なんていうか、その一般の人を守るためにどうするみたいな感じでいますね。パッケージをダウンロードして、その展開すれば、そのコードは全部見られます。コードというのは、ターのジップで、バイオコンダクターが C ランで配布されているので、そこで普通にダウンロードできます。まあ、TCC のマニュアルっていうか、そのユーザーズガイドの中に、TCC っていうのは結局他の有名なパッケージを内部的に使ってるだけなんで、他の内部的なパッケージ、有名なパッケージを信用するという前提であれば、そいつを組み合わせたコード、TCC ではこうラッパーファンクションみたいな感じでこう中身が見えないんですけども、他の有名なパッケージでこんな感じでうまくノーマライゼーションするんですよっていうものは一応見えるようにはしています。他ありますか。よろしいですかね。はい。じゃあ多分もうお疲れだと思うので一回休憩入れましょうかね。はい。じゃあ始めましょうか。これ TCC の左のやつで示しているのはバイオコンダクターのサイトですね。でまあ、さっきこれ論文のタイトル通りなんですけど With Robust Normalization Strategies というところで、まあ、ノーマライゼーションをきっちりとやれるというのが、まあ、我々の TCC パッケージの特徴ということですね。でちょっと安心して先週ですかねダウンロードのところがすごく有名なやつはトップ 5% に入っているとかっていうのでえぐいですねという話をして、まあ、笑っていられるのも我々のやつも一応トップ 20% には入っているからなんですね。これがちょっとそういうところに入ってなかったらちょっと恥ずかしくて見せられないんですけどまあこれは大まけですね。それで右の方に戻りますがスライド33になります。で今ここでこう大体2万いくつの遺伝子の中からデグの数は大体こう3000ちょっとということで 15% ぐらいがデグであると、まあ、こういったデータセットだったわけですね。データだったわけです。でこれはもともとどういうものだったかということをちょっとおさらいしておきますと、今比較しているのはこの HS ですね、ヒューマンの2サンプルと赤毛ザルの2サンプルの2群間比較をやってたわけなんです。でこれはこの右上のクラスタリングの結果からも、まあ、すごく遠いですよね。これぐらいの距離なわけですよね。すごく上の方まで行ってるようなところの2群間比較をやっていて、それで2万遺伝子中3000ちょっとが発現変動してるっていうふうな感じになっているわけですよ。まあ、発現プロファイルの類似度がもこれすごく低いわけですから、まあ、非常に妥当であるということが言えます。ですから、まあ、これぐらい遠い最も遠いもので3000個ぐらいなわけなんだから、それよりちょっと近いところとかをやっていくと、まあ、もう少し減っていくだろうということが想像つくということになります。それで MA プロットの説明に入っていくんですけども、スライド34になります。今皆さんのホゲフォルダー中にはホゲ 1.png っていうのはできてるはずです。一応ダブルクリックで見てみましょうか。左側でもホゲ 1.png を開いてますけども、同じようなの皆さん開けていますよね。ない人はいますか。なければ多分どっかでエラーが出てるはずなんで皆さん見えてると思いますけども、はい、それではこの右側のやつで説明していきますよ。今スライド34を言ってますよ。これがよく言われるいわゆる MA プロットというやつで、説明をどうしていこう、うん、まずこのマゼンタ色のやつですね、ピンク色のところにこう色付けられているものが発現変動遺伝子というふうに判定されたものたちということになります。でどういう識位置のものかというと、この左側のパラム FDR のところで指定している識位置を満たすものがマゼンタ色で表示されています。
つまり FTR0.05 という識字ということを意味しますね。でここで書き込んでいればもう自動的に MA プロットのこのホゲワンドと BNG の中にもここでこう 0.05 って書き込まれています。こんな感じで見えますね。ですからまあ基本的にこれがそのままあの論文のフィギュアとかの一部でも使えるような類のものになります。でもしあの FDR が 0.10 とかっていうふうなものをしたい場合にはもうこちらの部分ですね、最初の設定の部分 のところの 0.05 を 0.1 に変えるとかですね、そういうふうにしておけばここが 0.1 に勝手に切り替わってくれるということになります。でこれの見方なんですけどもスライド35になります。でまずこれは二軍化比較用ですね、基本的に。で多分現著論文は2002年のディドゥイットさんの論文がで最初に出たプロットだろうと思います。私が調べた限りこいつが一番先でしたね。これがで横軸です。このプロットの横軸、これが全体的な発言レベルということになります。左の方に行くほどっていう発言で、右の方に行くほど全体的にこう発言というふうに解釈します。で数式を見れば明らかなんですけども、ログ2のグループ2のカウントの平均とグループ1の、まあ、ログ2でそれで割る2をやってるものなんですね。だから全体的にこう発言だったら右側に行くということになります。で縦軸は、ね、いわゆるログレシオっていうものになります。ログレシオです、ログ比ですね。で0が真ん中に大抵きます。で数式的にはこのログ2のグループ2引くログ2のグループ1という感じになります。一旦ここでログを取ってるから、いわゆるログレシオっていうのはオリジナルの世界での割り算っていう意味なんですね。でこれ今ログの世界に入っちゃってますから引き算って別にそれでまあログレシオを意味することになるわけです。で名前の由来なんですけども、これはおそらく対数の世界での縦軸っていうものはこれ引き算だからマイナスっていう意味で MA プロットの M ですね。で横軸は平均ですよね、これ数式的にね、平均というのはアベレージなんで、だから MA マイナスとアベレージという意味で MA プロットと言われますね。よくでマイクロアレイの世界では昔はレシオインテンシティプロットみたいな言われ方もしていました。まあそれも別にどっちでも依願としていることは同じなんで大丈夫、どっちでもいいと思います。でまあ解釈としてはこういうものにパッケージによってはグループ1グループ2が入れ替わってるかもしれないんで、この何て言うんですかね、符号っていうか、例えばこの場合だと6 2の G2 引く6 2の G1 っていうふうに定義してますから、この場合はこの M の値ですね、ログレシオの値がプラス2っていうのはつまり G2 群でこう発言っていうのを意味しますし、この0より下の方っていうのは G1 群でこう発言というふうに解釈します。そしてこの横軸で見た場合に全体的に右の方に行ってるものっていうのは、例えばこれは G2 群でこう発言かつ全体的にこう発言、こちら側のやつは G2 群でこう発言なんだけども全体的には低発言であるというふうに解釈します。で次にスライド36で hogage.txt です。基本的にはこいつが解析結果ということになるんですけども、これはテキストエディターとかで見ると大変なことになるんで、まあ、Excel とかでこう開いてみるといいと思います。皆さん一通り Excel で開きましたでしょうか。左の方でも、左のスクリーンでも一応 hogage.txt を Excel で開いています。で皆さん基本的にこのやつを Excel かなんかで眺めて、
この Q バリューとかランクあたりをまあ眺めるということになります。でスライド37なんですけども、スライド37です。一つ一つの列の説明をしていきます。この MA 真ん中あたりに書いてある MA プロットの H と M 値っていうふうに書いてます。これがこの A ドットバリューっていう列と M ドットバリューという列に相当します。そしてこの P ドットバリューっていうのがいわゆるその検定結果の P バリューですね。そしてランクっていうところは P バリューの低い順に順位付けをした結果がこのランクという列の値になります。そして Q ドットバリューっていうのが Q バリューっていうものですね。これパッケージによってはアジャスティッド P バリューとか、結局 P バリューを元にしてうまく調整したものっていうことになりますから、 Q バリューって書く人もいればアジャスティッド P バリューに近いような ADJ P バリューとか ADJP とかいろんなそのバリアントがあります。ものによってはここがそのまま Q バリューの列がそのまま FDR っていうふうに書いてるものもあります。すべて同じ意味合いです。ですからこのアジャスティッド P バリューとか Q バリューがちゃんと列の中に列っていうか出力ファイルの中にある場合には P バリューは普通見ないですね。Q バリューとかアジャスティッド P バリューがある場合はそちらだけを見るっていうのが基本的なものの見方になります。そしてこのエスティメイティッドデグっていうこの一番右側の列は実質的には皆さんはあまり見る必要はないです。これはですね1か0かっていう値を取っていて、もともと入力としてパラム FDR のところが確か 0.05 っていうふうに書いてあったと思うんですけども、この 0.05 未満、つまりこの Q バリューのところをずっと見ていくと、ここの値が 0.05 未満のところがここがエスティメイティッドデグの列が1になっていて、 0.05 よりも大きい時にそこが途端にこう0に切り替わっているというような感じになります。ですからこの MA プロットのこの真ん中色の部分っていうのは実質的にこの部分が1になっているところをなんか真ん中色で塗り替えるっていうことをやっているというふうに考えていただければいい。ですが別にここはこの Q 割を見ればいいわけですから、ですから皆さんは事実上このエスティメイティッドディグレーツは気にする必要がないというのはそういう意味があります。で今この結果は発言変動順にこうランキングした結果としてもすでになっていますから、上から眺めていけば基本的にはいいわけなんですね。でこの A バリューとか M バリューっていうものはもう異次元の数値なわけでは全くないっていうことを皆さんに理解していただきたいわけなんですけども、まずこの A バリューっていうのはこう横軸ですよね。 MA プロットの横軸でマイナス2だからこう左の方にこうプロットされているやつになります。で M 値が 11.29 なので縦軸上で 11.29 あたりにこうプロットされるわけですね、はい。で次に2発言変動上の2のやつは 5.79 と 9.76 なわけです。でこいつもRM 群ですね、赤毛ザル群で高発言なものということになります。確かにこれぐらいのものすごい高発言なものになると、いわゆるログレシオですね、何倍発言変化したかっていうふうなものの基準で見ても大抵上位に来るような類のものになります。で次3位ですね。3位は今度はM 値のところがマイナスになってますよね。マイナスで大きい値になってますから、こう下の方に見えるわけですよ。で全体的に高発言だから右の方にも見えているというふうに解釈することができます。なんか高発言とかなんだかかんとかとかっていうのでだんだん混乱してくるかもしれませんが、もう元のやつ見ればいいんですよ。そういう場合はね、元の数値、これノーマライズした後のカウントデータなんですけども、人 HS 群って高発言になってますよね。
そのまんまですよ。一定発現になってるわけです。だからこんな値になるわけですね。これ見れば明らかにこれ絶対こう発現変動してるよなっていうのはもう当然わかりますよね。このあたりで思考停止してる場合ではないですよ。ちゃんと元のデータに立ち返ってみればもう明らかなわけです。だって我々が今やってるのは統計解析やってるわけですからね。 P 値が低い順に並べてるわけですよ。発現変動解析やりたいんです。だから1位のやつから眺めていくと当然こうなんか明らかにこうなんか差があるようなものっていうものが上位に来て当然なんです。逆に言えばそうなってないような結果になっていればそれは皆さんのやり方が間違ってるだけっていうことです。はい、じゃあ次スライド40です。これは指定したFDR の式位置、この場合は 0.05 っていうのを式位置として与えているわけです。ですからこれ先ほど説明した通りエスティメイティッドデグの率がギリギリ1になる、1から0に切り替わる部分ですね。そういう部分のギリギリ1の部分を見てます。で順位としては2488の遺伝子になります。 A バリューと M バリューは1とマイナス 4.55 ということで水色の三角で示してあります。確かにこのマゼンタと黒がの境界領域に存在することが分かります。そして元のなんていうんですかねノーマライズドカウントデータのところを眺めても、うん、結構全体的に低発現だし微妙だよねっていうところですよね。で結局こういう図とかをこう見せるとですね、いやこの図どうやって作るんですかっていうのがすごく気になるわけなんですよ。この今皆さん例題1を一通りコピペでやってもらったんですけども、例題2から5をのコピペでこの辺りは作成しています。はい、ですからこんな感じで自分の任意のハイライトさせたいものを、まあ、いろんなプロットの大きさいろんな形で示すことができるという例も同時に示してあります。まあ、この辺りは余力がある人は終わった後に、まあ、ラボとかで確認してください。例題2から5ですね。ここら辺何かございますか。はい、G1 とか G2 が0の時ってログはどういうふうに処理しているんですか。うん、はい、それは素晴らしい質問ですね。今彼が言ったのはこの辺りを一体どうやって処理するのかっていうことなんです。皆さん疑問にむしろ思ってもらいたいです。例えばこれですよ。これ今ここのログの計算は1346たす1477割る2っていうものがこう G2 群ですよね。で G1 群は0たす0割る2で0ですよね。ログレシオをどうやって計算するんですか。できないはずでしょっていう質問をしてるわけです。いや最もなんですよ。で0のやつっていうのはこの TCC 上でどう処理してるかというと0でない最も小さい値っていうのを計算しています。そして0でない最も小さい値のを2で割っています。でそれを最低値として置き換えてます。0のところに。そうすることによって、まあ、一応ログの計算ができるということになります。はい、ですから何て言うんですかね片方の群だけで0っていうものでログレシオで何か議論するのは無意味、全く意味がないです。全く意味がない。このあたりの取り扱いもマイクロアレイの頃とかには全部が0になるなんていうことは、まあ、事実上ありえないんで気にする必要がなかったんですけども、まあ、気持ち悪い部分でありますよね。で他のパッケージとかは全部に1を足してログを取るみたいなそういうことをやってる人も多分いると思います。それもまあありですよね。ありです。であとものによってはですね
私個人的にはこの表示の仕方がすごく気に食わないんですけども、あの大沢3人のうちの2人がこっちがいいっていう、孫君もそうだったんですけど言われたんで、はいそうですかって言ってもうこれをやってるんですけども、あのこちら側上の方にこうプロットして下の方にもプロットするってやり方も実はある。どういうことかというと、あの片方で0だったとしてもそれはもうインフィニティ、プラスのインフィニティとマイナスのインフィニティにしちゃって、で0だったら0なんだけど、この A 軸って単純にこう足し算じゃないですか。足し算だからそれはちゃんと正確に表現することができるわけですね、一応ね。だから個人的にはそちらが好みなんですですあのそういうパッケージに見たら、ああ門田はこっちが本当は好きだったんだなっていうことを思い出していただければいいんですけども、まあ、要するにこういう縦軸上で見えてる場合にはこうログレシオっていう、つまりこう M バリューのところっていうのは、まあ、あまり意味をなさないというところですね。まあ、じゃあ何を見るかっていうと、まあ、Q バリューとかを見ればいいということになります。他ありますか。よろしいでしょうか。じゃあ次いきますよ。で次にスライド42ですね。でこの辺りからこうモデルとか分布統計的手法とかの話にちょっと入っていって、二群化比較でこうデグがそれほど多くない場合でどんな感じになるのかっていうのを説明していきたいと思います。そうですね、でこの辺りはあの皆さんにですね、あの発言変動解析の結果の解釈をきっちりやってもらって、何倍発言変化したとかって言ってるお偉い先生に対してですね、きっちりこう論破していただきたいというのが、まあ、主な目的ということになります。でまずこれスライド43なんです。でログレシオとかなんかいろいろ言ってると、だんだんこう皆さん今もう頭がほとんどとろけてらっしゃる方が半分ぐらいいらっしゃると思うんですけども、あのものすごい難しい計算を全くしているわけではないんですよっていうのをちょっとあの思い出していただきたいだけなんですよ。で MA プロットの M 値っていうのは倍率変化ですよっていうことをあの最初に言ったんですけども、例えばこの水色のこの 9.06 っていうのは一体どうやって計算したんだっていう話です。でこれはログの定が2なんで、2の 9.06 乗倍G2 群で高発言っていうことを意味するわけです。で 9.06 っていう数字自体はなんかそんなにこう大きくないんじゃないかっていう、まあ、こう縦軸上で言うとここら辺ですよねって思われるんですけども、2の 9. 点何乗っていうのはどれくらいでしょう。534倍高発言ですよ。一番下の数字500何倍高発言で、別にこうわざわざこう2の何乗って計算しなくても、これ黒幕見れば分かりますよね。それぐらい高発言なわけですから、はい、っていうのでこのログの世界での9っていう数字とか5っていう数字がオリジナルで大体どれくらいかっていう感覚はちょっと身につけておいていただきたいですね。はい、これいちいち打たなくていいですよ。スライド43の右側は、まあ、大体こんなもんねぐらいな感じでいいです。ログにした場合、2の何乗にした場合っていうのをちょっと思い出してもらってるだけです。で、スライド44です。これも定義から言うと当たり前なんですけども、FDR の式位置ですね。FDR の式位置を緩める、右側の方にしていくと、発言変動遺伝子というふうにコールされるものは当然増えていきます。 FDR 式位置を厳しくすると左側のような感じになっていて、デグと判定されるものは減っていく傾向になります。つまり、マゼンタ色の部分の面積が小さくなっていくというわけです。で FDR 式位置がどうだこうだって言ってあの混乱してくる方は、有意水準を厳しくするかしないかっていうふうに置き換えるとまたついてこれるますよね。はい、この FDR 式位置が緩いと多くなるし、厳しいと少なくなると、そういう関係にあります。でこの辺りは例題6のコピーで一応作成してありますので、気になる方はここでいろいろと振って遊んでください。
同じような結果が得られると思います。うん、それでスライド44かと45って何も変わってなくて言いたいことだけが書いてあるんですけども、これスライド45っていうのはですね、この黒の分布にちゃんと着目してくださいねっていうことを言いたいんです。で、黒の分布って何かっていうと、ピンク色の部分が黒でない部分っていうのは発現変動遺伝子デグの分布なわけですね。デグの領域に相当するわけです。ですからそれ以外の黒の分布に相当するものはノンデグの分布に相当します。ノンデグ発現変動でないものの分布に相当します。うん、でここでちょっとまたおさらいしておきます。だんだん私は何をやってたんでしょうっていうことになってくるんで、思い出させてます。スライド46で説明してますよ。はいはい、この F に合うの値をどれぐらいのとこを設定して自分の実験に使うかとかっていうことなんですけども、例えば実際に何か差を取って、この F に合うのをかけていくと思うんですけど、実際にそのギリギリのとこにありそうな遺伝子、例えば遺伝子だとして遺伝子の、を例えば実際に自分のサンプルで、別の実験生物の実験で、例えばインセチハイブリダイゼーションとか RT-PCR とかそういうのを確認して、どうもここら辺でやれば差が取れそうだなみたいなことで、バイオロジーの実験から逆に FDR これぐらいにするみたいなことはあまりしないものですか？しないと思います。もうじゃあ FDR はまあ大体 0.05 なら 0.05 でもう決めてしまって、決めないですね。データに結局よりけりですから、この後の方の話でも関連するんですけども、そのバイオロジカルレプリケーツがすごくこうばらついているような場合には、結果としてこの黒色の分布がこうグワッて大きくなるようなことになる。そうするとデグと検出されないことになってきちゃいますから、そのバイオロジカルレプリケーツのばらつきの状態とかっていうことにも効いてくると思いますし、例えばこれとかだと左のやつでね、0.01 ってものすごく厳しい状態で731個で、実際に物を取りたい、なんていうんですか、ジーンハンティングしたいとかって思った時に、これだけ厳しくやって731個出たって、別にそんなに上位10個ぐらい見るからそれでいいよっていうことだと思うんですよ。で、逆に言えばこれぐらいで全然全く取れなくて、FDR の識値を 5% とか 10% っていうぐらいにやって、やっと10個とか5個とかっていうような感じになってきたら、もうちょっと10個ぐらい RT-PCR で確認できるんだったら、その10個ぐらいが入るような FDR 周辺を表示させるっていうことになると思いますね。はい、よろしいですか。はい、で、このスライド46なんですけども、こいつは人の2サンプルと赤毛猿の2サンプルの発現変動解析結果として、オリジナル入力は26,89遺伝子の中大体3,300個ぐらいが FDR でいろいろ振った結果として本物だろうというふうに我々は今判断してるわけですね。で、じゃあ次にこれです。赤毛猿じゃなくて人とチンパンジーでやった場合にどんな感じになるでしょうっていうのは、今スライド46と47を入れ替えてますけどもっていう話をちょっとしていきます。今度は HS 対 PT の二群間比較になります。これはですね、一応人群とチンパンジー群で明瞭にこうサブクラスターですねに分かれていることから、少なくともこの黒の2つと赤の2つでやった時に発現変動遺伝子は絶対あるに違いないって思えるわけですね。しかしこの HS 対 RM です、先ほどの1個前の結果ですね、人対赤毛猿では3300個くらいが本物というふうに判断できたんですけども、それよりは絶対多くないだろうなっていうふうに判断できる、予想をつけることができるわけです。でもその予想のもとに実際やってみましょうという話です。スライド48の例題7をやってみましょう。
はい、皆さんもエラーが出ずにサクッと終わってると思います。出力ファイルは何だったか思い出しましょう。ホゲナナ .png とかホゲナナシリーズですよね。今左側では MA プロットを示してありますけど、皆さんもこう MA プロットを眺めてみてください。ホゲナナ .png の MA プロットを眺めてみましょう。どうですか、皆さんもう一通りな眺められたと思います。スライド49の右側のやつと同じような結果になっていますよね。なってますよね。なってない方は例題の番号を間違ってると思います。あの例題番号が例えば7だったらホゲ7みたいな感じで、あの例題番号とホゲなんとかの番号は基本的に統一させるようにしてますから、その出力ファイルの番号でもホゲ番号でも一応判定することができます。よろしいですか。はい、でここに今578デグっていうふうにあの右下の方では書いてありますけども、で左側のやつは2488デグですね。でこれ式位置は何だったかっていうと FDR が 0.05 という式位置の場合なんです。でこの578っていうのはどこで見えるかっていうと、左側のやつですね。左側のスクリーンで示すと、あの皆さんこれ578,868,1,281,1746っていうふうな感じになってますよね。一番上のやつが FDR、 あの Q バリューが 0.05 未満という式位置の結果で578なんです。だからこの578っていう数字が、まあ、あのここでも書いてあるものと同じものということになります。明らかにこの赤毛ザル、人対赤毛ザルの結果と人対チンパンジーの結果っていうのは、クラスタリングのイメージ通り発現変動遺伝子の数は減っていることが分かる。あるんだけど減っている。ですよね。で、スライド50に書いてあるように、素朴な疑問が生じるんです。私も最初の頃ね、これが意味がよく分からなかったんですけども、なんでこの白の矢印ですよ。白の矢印で示すように右側の MA プロットですね、 HS 対 PT、 人対チンパンジーですね、のノンデグの分布、つまり黒色のプロットの分布ですよ。これはこの左側の HS 対 RM、 人対赤毛ザルのノンデグの分布に比べて広がってるんでしょうか。なんで広がってるんでしょうか。これの説明に入っていきます。スライド51に切り替えてますけども、統計的手法って何だったんでしょうかということをちょっと思い返せば理解ができるんじゃないでしょうか。これ一つの回答なんですけども、手順を再考すればいいということです。統計的手法っていうのは、この同一群内のばらつきの分布、これがまあノンデグの分布になるんですけども、このノンデグの分布以外のものがデグと判定されるっていうのが、まあいわゆる統計的な検定の手順になるわけですよね。つまりこの HS 対 RM 左側と HS 対 PT 右側ですね、これでは何が違うかっていうと、結局ノンデグの分布が違うということです。どういうふうに違うかっていうと、後者ですね、HS 対 PT の方が同一群内のばらつきが大きいからこうブワッて広がって見えるというわけなんです。同一群内のばらつきが大きいってどういうことなんでしょうか。サンプル間の発現プロファイルの類似度が低いっていうことと同義です。基本的にはこれをまあざっくりと理解するために、このスライド52を用意してるんですけども、この同一群内のばらつきっていうのはですね、サンプル間の類似度で大まかに把握することができます。つまり
例えばこの丸1で示しているようなこれコル関数ですね、最初の方に示した相関係数を計算する関数で、オプションはスピアマンなんでスピアマン相関係数を計算しています。何と何を計算しているかというと、この色分けで大体分かるんですけども、これ人同士ですね、人の HSM1 と HSF1 の、 カウントベクトルのスピアマン相関係数は 0.95 でしたということです。でこれ丸 2番のこいつは青枠なんで赤毛猿ですね、赤毛猿の RMM1 と RMF1 の類似度は 0.9724 でした。でこれ最初の方でもやったものと全く同じです。 こいつですからね、これと同じ。この高さっていうものはこれ 0.9721-0.9724 でしたよね、で一番最後の3番ですね、3番これ何を計算しているかというと、異なるグループ間の類似度を計算していることと同じです。これ色の違いから分かっていただけると思うんですけども、つまりこれ人と赤毛猿の、一つのサンプルの類似度スピアマン相関係数を計算した結果、これ 0.8799 ということで、これを眺めるだけでもですね、サンプル同一群内では相関係数高いんだけども異なる群間では類似度が低いということがこれで分かるんですね。ですからこの結果を眺めるだけでも、あ、発現変動遺伝子あるなこれっていうことが分かるわけなんですよ。どうですかね。で同じような計算をスライド52から今度53に行くんですけども、 HS 対 PT、 人対チンパンジーでやってみた結果がこう左の方に示されています。スライド53の左の方ですね。これ丸1、丸2、丸3を見てください。丸1は変わらないですね、 0.95 で全く同じで、 0.95 で全く同じで、で丸2のチンパンジー同士は、0.9489 ということで、丸3はグループ間が違うんだけども、そこそこな類似度があるっていうことですよね。っていうことをこれ示してるわけです。そこそこの類似度があるっていうのはどういうことかというと、このクラスタリングの結果で見てるのと全く同じ結果ですよね。そこそこな類似度ありますよね。どうでしょう。でこれでスライド54になっていくんですけども、これでまたこうデグの検出結果とクラスタリングの全体像を眺めてみると、どうですかね、なんかお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけども、最初になんでこいつをやったかっていうと、こいつが最も類似度高いですよね。類似度高いで、なんでこの HSF1 をこう固定させているかっていうと、 HSF1 の寄与っていうのをこう排除するためにやってるわけなんですね。つまりこちらですね、 0.95 っていうものを HS1 同士のものですね、今比較しているのは HS1 同士のもので RM1 ですよ、この2つの青枠のものの類似度は非常に高い。でその一方でこの PT の方っていうのは類似度よく見てください、 0.948 でそんなに高くないですよね、さっきのやつで比べるとね。で実際にこの類似度も高さですよ、高さで見た時に結構上の方に来てるということが分かると思います。ですから結局このノンデグの分布の違いですよ、ノンデグの分布この幅の違いっていうものは どれが効いてるかっていうと、この PT っていう群内あるいはこの RM っていう群内の類似度の違いがこの黒の分布の違いに大きく貢献しているということが分かるんじゃないでしょうか。ですからなんて言うんでしょうね、
よくこの辺りで質問されるときに、まあ、クラスタリング結果を眺めてみてくださいよと。違うでしょ、結構類似とか違うじゃん、似てないじゃないですかっていうふうなことで説明がある程度つけられるということになります。でこれが結局クラスタリングの時の類似度を何に取るかっていうこととも若干関連してくるんですが、実はこれあんまりちゃんと説明してなかったんですけども、ファイル読み込んでユニーク関数かましてユニークパターンのみにしている、その状態で相関係数を実は計算しているんですよ。で何が言いたいかというと、このクラスタリング結果もフィルタリングをうまくやって類似度も適切なものを使わないとデグの検出結果とよく違う、合わないような結果になってしまうということを意味します。結論だけから言うと TCC の枠組みで TCC 内のクラスターサンプルという関数を使っていれば中で良きに働いてくれるから問題ない。だけど例えばマイクロアレイ解析の時のようなノリでユークリッド距離で距離を計算してクラスタリングしましょうとかいうようなノリも結構あったと思うんですね。マンハッタン距離だとかね、いろいろあったと思うんです。なんで我々がそれを使わないかというと、それはマイクロアレイの時は、まあ、ログ変換をした状態で類似度を計算したりするんですよ。でダイナミックレンジがそんなに広くないから外れ値の影響もない。ですからユークリッド距離のような差分ですね、ベクトル間の要素の差分を足し込んでいくような系統の方法っていうものはそれほど悪影響を及ぼさずにどんな方法であっても大抵うまくいくっていうのはそういう理由があるわけです。しかしカウントデータでダイナミックレンジが広いようなデータの場合には、先ほどのデータのノーマライゼーションとも関係してくるんですけども、ノーマライゼーションがうまくいってない状態でベクトル間の要素の差分を足し込んでいく方法というのはものすごく危険であることが、まあ容易に想像つくんじゃないでしょうか。それがスピアマン相関係数を使っているゆえなんです。相関係数を使うというのは、まあ、パターンの類似度を見るということになるんですけども、その時にダイナミックレンジが広いとピアソン相関係数とかを使っちゃうとちょっと変なことになっちゃいますね。まあ正規分布を基本的には想定してるからログを取らないといけない。だけどログを取る時にカウントデータでゼロがたくさんあるっていうような局面の時に、じゃあゼロカウントをどうやって取り扱うかっていう気持ち悪い問題が生じるわけですよ、うん、だから最初にゼロカウントのやつも除いておいてユニークパターンのやつのみにしておくと基本的にはログを取ろうと思ったら取れる。だけど全体的な類似度を見たいんであれば、まあユニークパターンにしてスピアマン相関係数でやっとけば、まあ、発言変動解析結果と似たような、それを示唆できるような結果が得られるんじゃないかという、そういう思想になります。でこのあたりについてはまだ論文としては出てないんですけども、私のところで止まってるだけのタン君の論文の中で一応書き込んでありますので、まあ、それが出たらそいつを引用していただければと思います、まあ、クラスタリング結果でデグの結果もある程度判別がつくと、まあ、そういった感じになりますね、はい、ではこういう話をすると気になるのが、二軍間比較でデグがほとんどない同一群の場合にどんな結果になるんでしょうかっていう話から倍率変化がすごく危険ですねっていうことが分かっていくような話、ストーリー展開の話をしていきます。スライド56なんですけども、同一群内のばらつきの分布です。ノンデグの分布を調べるべく G1 群と G2 群の二群間比較を行いますけども、この時にですね、まあ、例えばチンパンジーのやつだけで見た場合に G1 群と G2 群の比較をやるんです。同じチンパンジー内のみでやる。でこの時にオス同士メス同士っていうのは同一グループにすると、それオスとメスの違いなんじゃないんですかっていうツッコミが当然出てくるんで、まあ、意図的にG1 群はオスとメス、 G2 群にオスとメスみたいな感じでオスメスをちゃんと2つずつ入れてるようなもの。だからこう M1 と F1 を G1 群で M2 と F2 を G2 群っていうようなことで二群間比較を一応行っております。これの発言変動解析結果というものはデグはあったとしてもごくわずかだろうというのが予想になります。
やってみましょう。スライド57のなんですけども例題8をやってみましょう。これは一サンプル同士ですね。一サンプル同士の二群から比較です。はい、もう大丈夫ですね。結果出てると思います。ホゲ 8.png を眺めるとこのスライド57の右下のようなものと同じような結果が得られていると思います。あとまあそいつを見なくても今左側のスクリーンの方でも 見せていますけども7789っていうふうな感じで、まあ、FDR の式位置が 0.05 から 0.30 と比較的緩めのところまでやっていったとしても、まあ、10個以下10個未満ですねのデグしか検出されないということから、あのデグがあってもごくわずかっていう結果をちゃんとあの確認することが皆さんできているじゃないでしょうか。これは今あの一サンプル同士でどんな感じになるかという議論を今しています。これ同じノリでですね、スライド58や59をやってみると、もうこれ別にやらなくてもいいんですけども、これ例題9例題10をやると、まあ、あっても少ないですね。スライド58は PT 群同士で16デグが得られている。で、スライド59は RM 群同士で24デグが得られているというような結果で、まあ、あってもすごく少ないということがちゃんと実際に示されているということが分かると思います。ちなみに、スライド60なんですけども、スライド60です。こいつは例題11をやった結果になります。これなんで当時の私が作ったのかよく分かりませんけども、スライド59と60で、あ、分かった。スライド59と60を行き来してると、ハズレサンプルの影響がどんな感じになるかっていうことを私は示そうとしてたんですね。当時ずっとこの RM の1と2っていうやつをずっと二群間比較で話の展開上 HSPTRM っていうふうにやっていて、 RM 群はハズレサンプルを結局含んでることになるから、じゃあハズレサンプルがない1と3っていう二群間比較をやったらどうなるんでしょうかっていうことをやってるのがスライド60なんですよ。スライド60で、よくこの黒色の広がりを見てください。これ軸は完全に揃えてます。軸の範囲は完全に揃えてます。縦軸スライド59と60、おっと、幅が外れサンプルがある場合はノンレグの部分広がってますよね。でスライド60の外れサンプルがない場合、つまり類似度が高いもの同士でやるとギュッとばらつきが小さくなっているということがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。もうこのあたりが分かってくると、このスライド61を眺めるとですね、もうなんていうんですか、親分の先生を論破する能力の基本形が身につけられてるんじゃないでしょうかね。というところでちょっと一旦休憩入れましょうか。始めますよ。はい、スライド61が先ほどまでやっていた初
言変動解析結果、さまざまな発言変動解析結果の全体像ですね。で、下側の4つが同一グループの中での発言変動解析結果ということで、デグはあるけど非常に少ないという結果になります。で、上の2段っていうものは実際に異なる生物主観、人対アカゲザル、あるいは人対チンパンジーっていう二群間比較の結果で、クラスタリング結果のイメージ通りデグはたくさんあるということです。そしてこの黒色のノンデグの分布というものが、上上段の黒色の分布っていうものが下段のものと、まあ、大体似たような感じになってるでしょっていうことですよ。これが、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、統計的手法の一般的な結果とイメージと合うというところになります。で、スライド61から62になっていくんですけども、結局ですね、統計的手法って何だったかっていうと、まあ、同一群内の遺伝子のばらつきの程度を把握して帰無仮説に従う分布の全体像を把握しておくっていうことなんですね。統計の専門家の方から見るとこれ何だかの方の説明はって多分怒られると思うんですけども、多分皆さんにとっては多分こういう説明の方がすごく分かりやすいんじゃないかなと個人的には思います。で、ノンデグのばらつきの程度を把握しておくことと基本的には同義ですよ。で、検定っていうのは実際に比較したい2群の遺伝子のばらつきの程度がノンデグ分布のどのあたりに位置するかを評価するということなんですね。ですから、例えばこのスライド62の2番のやつですね、 AH が 5.799.06 っていうものはここら辺にプロットされてましたよね。で、これはノンデグの分布、つまりこの黒色の分布からはすごく遠く離れてる、遠く離れてるからこそ P 値はすごく0に近い値になるという、そういうロジックなわけですね。で、逆に言えばスライド63なんですけども、もちろん同一群内のばらつきの分布のど真ん中あたりに位置するようなものっていうものはエスティメイティッドデグで0になってるし、 Q バリューも1に近い値になる、でランクも1万位、2万個あるうちの1万位に近いようなところですね。そういったものを示してますけど、それはまあここら辺が水色でプロットされているわけなんですね。どうですか、同一群内のばらつきの黒色の分布のど真ん中に位置するものは当然 P バリューは1に近いすごく大きい値になると。当たり前のことを言ってるといえば当たり前なんですけども、まあ、この辺りでおお分かったよっていう人はまあ割といるわけなんですね。はい、どうでしょう。で、それでスライド64になっていくんですけども、じゃあまあよくある何倍以上何倍以下みたいな、そういうのをやったらどういうことになるでしょうかというところです。で、スライド65ですね。これは例題13をベースに作成してるんですけども、いかがでしょうかね。65と65をちょっと行き来しますよ。スライド65は倍率変化2倍以上2倍、2分の1未満っていうもので見た場合、66は先ほどの、まあ、統計的手法の結果ということですね。1P と65と66を行き来しています。うん、何を見るかっていうと、これスライド65の下段を見るんですね。下の段を見るわけですよ。これは同一群内での比較なわけです。同一群内の比較なんだから、例えばこの HS の1と2っていうやつの比較では、まあ、感覚的には発言変動遺伝子なんて出てほしくないわけですよね。出てほしくない。他もそうですよ。だけど2倍以上2分の1未満ってやるとものすごい数が出てくるわけです。で、実験系の、まあ、よくわからない方はですね、いや我々は興味ある二群間比較だけをやるんだと、この下下段のやつなんかどうでもいいんだと、そういうロジックなわけです。で、それでこの結果だけを見るし、この結果だけを見るということをやるわけです。例えば6000個弱と5000個ぐらいっていう結果が得られたとしますよね。
どうですか、この中に例えばもう数千個、半分ぐらい、まあ、3割4割ぐらいは偽物が入っているということを意味するわけですよね。信用できますかっていう話なんですよ。次スライド66ですよね。もちろん統計的手法、この場合は TCC を内部的に使ってますけども、これ7デグとか16デグ24、202っていうふうに出ちゃってる。これはもちろん本当は発現変動遺伝子でないと判断していいようなものだと思うんですけども、多少ある、あるんだけども倍率変化、スライド55のやつほど凶悪ではないですよね。凶悪ではないことが分かると思います、うん。でまた、じゃあなんでこれまでの先人ですね、お偉い先生方が何倍何倍っていうのでどうにかなってきたかという、あ、種明かしみたいな話になるんですけども、それは後発現側を眺めてみればいいわけです。後発現側、後発現側だけに着目するとどうですか。統計的手法と倍率変化の方法で結果変わらないですね、あんまりね、あんまり変わらないことが分かります。まあ、つまり倍率変化で何かこうスクリーニングをしたとしても、結局 RT-PCR とかで確認しようとする場合に何を確認するか、どういうものを確認するかっていうと、全体的に後発現のものも直感的にそういったものが信用できるっていうことを、まあ、大平先生方は分かってたわけですね。分かって なくて RT-PCR とか確認していたとして、表に出るのはどういうものかっていうと後発現なものなわけですよ、全体的に。そういうことなんですね。だからマイクロアレアの時とかでも2つのなんかガイドラインありましたよね。緩めの P バリューのカットオフをやるし、何倍っていうホールドチェンジのカットオフをやると、両方でやっちゃえばいいんじゃないですかっていうのは、まあ結局共通項っていうのは後発現側で、まあ共通なものが出てくるから、まあ無難ですよねっていうことなわけです。まあ、そういうオチですね。だから私個人としては何でもかんでもその倍率変化を否定してるってわけではなくて、やってはいけないのは倍率変化でこうランキングをしてランダムに上位をピックアップして確認しましたっていうのは絶対嘘ですよ。嘘です。絶対後発現側のものを偏ってバイアスして取って確認してるはず。もちろんそれは私が裁判をすると私負けますよ、そんなの証拠として出てこないからねだけどおそらく絶対やってるはずなんです、そういうことをこれ統合テレビで出ちゃうからやばいんですけど、まあいいやはい、まあ多分そういうことです。公式な場では多分私否定されてすいませんってなると思いますね、はい。まあ、結論としてはこの後発現側を信頼するという経験則、これが正しいわけです。まあ、ただ統計的な方法を使うと、まあ、最初からですね、結果的に低発現側の倍率変化が高い部分を排除するっていう、そういう効果が入るわけですよね。だからまあ最初からじゃあ統計的手法を使えばいいじゃんっていう、そういう話なんです。なんか文句ある人いますかいや違うっていう方いますか。いないですよね、いないですよね、はいではこれスライド67で3群間比較とか、まあ、シミュレーションデータとかになっていくんですけども、まずこのスライド67でどうしましょうかね。そうかその前にこう2群間比較で言い忘れてたことを言います。複製がない場合に発現変動遺伝子が全然出ないんですけどどうすればいいんですか、これは正しいんですかっていうことを時々聞かれます。結論としては発現変動遺伝子がほとんど出ないっていうので正解、正解です。なぜか、統計的手法の原理を思い出しましょうっていうことなんです。統計的手法っていうのは
同一群内の遺伝子のばらつきの程度を把握するわけです、最初に。だけど二群間比較とかで複製がない場合、反復データがない場合にどうするかっていうと、反復がないからそもそもモデル構築ができないんです。できないですよ。じゃあどうするかっていうと、例えば二群間比較で複製がない場合には、その二群のデータでモデル構築を無理やりしちゃったりとかするわけですよ。本来ばらつきとかがあるようなデータでね、やっちゃう。でそうするとその検定したいものとなんかモデル構築するものがほとんど同じになるわけですよね。だから結果的に複製のない二群間比較なり、複製のない三群間四群間っていうことをやった場合に、ほとんど発現変動遺伝子が検出されてないっていうのは、そういう理由があるわけです。でそれはまあいいとして、いいようにしようかな。例えば、とはいえですね、いろんなパッケージはできるだけ複製ない場合でも、できるだけよく良い結果を出そうという努力をしています。例えば我々もそういうことをしています。これ自体はタン君、後ろにいるタン君が主にやっているものなんですけども、これ三群間比較で反復がない場合、要するに3列のデータ、3列分のデータしかないっていうふうな局面で、どっかの群で発現に変動があるようなものを検出しましょうっていうことなんですけども、この分野っていうのは、いろんなパッケージがウゴのタケノコのようにガンガン出てくるわけですね。そしてすごく有名なパッケージも、例えばデセクっていうのは非常に有名なパッケージなんですけども、デセク2っていうのが去年あたりに論文が出たりしたわけです。でそうするとガイドラインとかもどん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 変わっていくわけなんですね。で我々の TCC のパッケージ、今リリースされているバージョンっていうものは一応デセク2は入っていたんですけども、内部的に論文が出たのが2013年とかそれぐらいなんで、その時はデセク2は出ていなかった。だからデフォルトの推奨手順の中にデセック2は含まれていなかったわけです。じゃあどういうことを我々やってるかっていうと、デセック2じゃ出ましたと、これを内部的に評価して、どれが本当にいいのかなっていうのを検証し評価しましょうということを学生さんたちがやってくれていて、デセック2ってやつがいいだろうっていう判定を下すわけですね。でそうするとTCC パッケージの中、内部的に動くデフォルトのパッケージが変わるわけですよ。変わるんです。でここで書いてるのは書いてあるように、黄色の部分で書いてあるように1の箇所の記述は若干先走っているわけなんです。で2015年4月リリースのバイオコンダクターバージョン 3.1 で提供している TCC パッケージは、本当はまだ内部的に利用するパッケージがデフォルトでデセックになっているわけなんですね。だけど、さっき言ったように複製なしの場合はデセック2っていうのを内部的に用いる方が精度が高いことが分かったので、もう今多分孫君がやってくれてるはずなんですけども、2015年10月リリース予定のバイオコンダクターのバージョン 3.2 ではデフォルトがデセック2に変わります。もう今もそういうことをやってます。だからこれも将来の話になるわけなんですけども、例えばこういったものもバージョンアップの意義の一つであり、例えば、おそらく半年後とかに、いやなんか昔やってたらものとあのバージョンが違うと結果違うんですけど、なんでですか、いやいやそれはねデフォルトが変わってねみたいな感じの説明をまたしなければいけないっていうことになるんですけども、そういったことがあります。でそういった過渡期っていうのはですね、例えば私もこの解析発現変動三群間対応なし複製なしの場合にデフォルトでまずやるんですよね。例えばこの例題1をバーってやってみて、なんかデセック2がいいことは分かってんだけど TCC にそれが実装されてたかどうかよく分からないけど、とりあえずやってみようっていうふうなことをやってみて、あれなんか違うなって思った時に、いや孫君これ多分なってないよねって言ってやっといてくださいっていうことを言うんです。でそうすると、例えば孫君がもうやっときました、次期リリースで反映されますっていうようなことをやって、それが一定期間置くと正式リリースとして皆さんが使えるようになると、そういうことになっているわけなんです。ですからここに丸三で書いているように、7月7日現在、今もそうなんですけども、本当はこの例題1をやって
やった結果っていうのはデセック2ではなくてデセックが走ってる。だから例題2のやつが本当は正しい、本当は正しい、内部的にオプションを実は明記してるんですね。ちょっとこちらで示しますけども、実際皆さんもそこを見ていただくといいんですけども、結構いろいろとごちゃごちゃして分かりづらいですね。この辺りですね、今左の方で示してますけども、解析発現変動3軍間対応なし複製なしって5分の1個上ですね。この部分をリターンクリックしてます。ポチッとクリックしました。今これ例題1でちょっと示しますけども、例題1はこう下の方をちょっと示してますけども、これ例題1のやつです。デフォルトっていうのは何かっていうと、オプションを特に何も指定しないっていうことと同義なんですね。でカルクノームファクターズっていう関数の中で、特にオプションを指定してないんですよね。で発言変動解析のところでもオプションを特に指定してない。そういう場合に 現バージョン、現在のリリースバージョンでは内部的にデセックというパッケージが動いている。でなんでそういうことが分かっているかというと、オプションを明示的にこう指定することが実はできて、今これ例題2の方で示しますけども、例題2の方に皆さん行ってみてくださいね、はい、もうこちらでもちょっと見えてますけども、例題2の方のカルクノームファクターズファンクションですね、本番正規化の部分、これオプションを明示してますよね。明示的にこう指定してます。こうやってやると TCC のパッケージ内で DESEC2 というパッケージを内部的に動かして眼形な正規化を実装することができる。で例えばタン君は結局そういったオプションを明示してどれがいいかっていうのを評価して論文書いてるわけなんです。で、いいことが分かったらデフォルトを内部的にこういったものを明示してなくてもうまく動くようにしてくれてるのがソックとかいう、そういう感じなんですね、開発者側としては。だから何て言うんですかね、先週の R の中では関数の名前が変わるとかオプションの名前が変わるとか、そういった違いについては言ったんですけども、関数も手順は全く同じで、オプションを明示しなかったら結果が変わりうるって、そういうことも実はあるという、例になります。でこれが最後のスライドで、スライド69なんですけども、言いたいことは、他にも多くの解析用パッケージが存在して、ウェブページ上でも紹介しきれていないものがたくさんあるし、今現在こう項目の中にあるやつですら、アップデートが追いついていないというのが現状なわけです。でその一方で、皆さんはどん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 新しいパッケージを見つけて使っていこうとするわけなんですけども、例えばそれが発言変動解析というところであったならば、この TCC のパッケージの中にこのシミュレーションのカウントデータというのを作る関数が実はあるんです。でこういうシミュレーションデータの作成っていうのは、実験系のエンドユーザーの方には全く関係のない世界のものなんじゃないかって思われるかもしれませんが、実はものすごく関係すると私は思いますよ。なんでかっていうと、この正しい手順で解析できているのかどうかっていうのは分からない場合が多いですよね。そういう不安感っていうのは多くの方が持ってると思うんです。だけどこのシミュレーションデータをうまく使いこなす、作りこなせる、実際に作れればですね、これが発言変動解析結果の上位に来てなければ絶対おかしいというふうなデータを自分で作成しちゃえば、手順が合ってるかどうかの検証は自分でできるわけですよね。そんな感じの使い方もできますよということです。この3分間で複製ありとかもいろいろ言いたいことはあるんですが、よく聞かれるのは、3軍間でやりました、どっかで発言変動しているものは見つかりました、それをパターンに分類したいんです、 G1 群 G2 群 G3 群で比較したときに、 G1 群でこう発言で、それ以外の群で発言変動してないグループとか、 G3 群だけで発言変動しているグループとかに分けたいんですけど、どうすればいいんですかっていう質問をよく受けます。
受けます。例えばそういったものは今回のスライドの枠組みでは確か示していなかったかもしれないんですけども、今左の方で示しますけども、まあ、これもタン君がやってくれたから分かったんですが、今こう3分間比較あたりで示してますけども、この EBSEC ってやつとか、あ、EBSEC しかないか、あともう一つ BASEC ってやつもあるんですけども、 BAYSEQ ってやつもあるんですけども、そういったものを使うと発言変動多群間でしてる、そしてそれをいろいろグルーピングしてるんですね。 G1 と G2 でイコールで G3 でこう発言、あるいは G3 で低発言っていうグループとか、そういった感じの結果も同時に示してくれるんで、どっかで発言変動してるんだけどもグルーピングができないっていう場合に、そういったパッケージを使うと、まあある程度うまく論文の中でグルーピングして書き込むことができるという、そういった使い方もいろいろあるわけです。でパッケージがいろいろあるっていうのはやっぱりいろいろ試してみる価値が、まあ、そういう意味でもあるんじゃないかなと思います。現状では TCC はそういったグルーピングまではやってないで、まあいろいろと皆さん試してみてください。ここで紹介していないものもいっぱいあるということです。よろしいですかね。じゃあ終わりにしましょうか。はい、明日もありますんで、お疲れ様でした。